連敗、うんち対決第2ラウンド、打つ方もなんと必ず負け笑、終わったうんちね、疲れすぎこりゃ打たれそう、中日交流戦、単独最下位になりそうなのに、メジャーの試合出されても、野手が足りなすぎる、本当にプロのチームか、こんな状態なのに、2軍と全然入れ替えない、ああ、働けクソ打線、これは3立て食らいそうな流れ、石川全くやる気なくて草、いつもの中日だった。細川が打てないと、こうなるというお手本のような展開。楽天に連敗は笑うわ、言っちゃ悪いが、うちなんかよりぶっちぎりで暗黒の、球団だろ。ビシエドも使わなくてよくない、損切りしろや。控えめに言ってゴミ。楽天普通に強えやん、ソフバン。セーブあたりは隙があったけど楽天、全くないわ、なんで最下位なんだよ。石川なんなんお前、去年の最下位ハムに、三立ての再現じゃん。勝ちパツ勝ったの悔やまれるな。9回の周平ビシエド、石川の暗黒臭すごかったな。楽天は、ファッション暗黒だってはっきりわかんだね。負けてる、状況の終盤でバントするの、本当にやめてほしい。アウトを27個、取られたら、負けるルールなの理解してるのか？もういややこのチームなんで、応援してるんやわいわ。中継ぎの顔ぶれ毎試合同じで草。中日に入る投手は生涯、成績を大きく落とすのが悲惨すぎる。龍の未来を担う4番打者、石川どこ？